オッケーですね。ではスタートの方よろしくお願いします。では試合の方行きましょう。ザンギリュウ、さあこれね、どっちも戦いたくない組み合わせですからね、お互いやりづらい。まずは牽制合戦、飛びを通すが投げの選択肢の選手打撃。さあ牽制を置きまくって正義に前に前に出るザンギ、ここでセーリングにうまくダブルヒット、体力大幅リードして、しかし前進するのはやめない、前に出つつ、さあ波動を競り取って、さあウルトンゲージに変えていきます。さあ体力してるザンギ、どう崩すか。まあ体力リードは痛まるザンギフ。さあノーマルバニラが最大キックって、さあゲージ温存か、残り40秒、この攻めないといけないプレッシャーが厳しい。さあリュウがどう動く、セービング見せるが岡村足前に出てくる、足場で刺さって、しかしまだリュウがザンギフ。さあ今ね反応ギリギリ間に合いませんでした。さあ EX バインシング出ずに波動を食らって、これ体力逆転。さあリュウがリードして残り17秒、どうなる、そして勝利か。さあ EX 勝利を落ちて、これは逃げ切り体制か、倒しに行こうか、ダメな勝利詰められた、どう選択肢、飛んだところをきっちり見ていた、勝利は相打ちですが、勝ったのはまずリンリュウ、ワンラウンドを取ります。ラウンド2、お互い前に出る、セリング、しかしレベル1、ダブラリをきっちりガードするが反撃は入れない。さあ強気に投げに行くが、ちょっと届きません。牽制合戦、セリング、またもレベル1、ここで X バイシンヒットさせて落ち攻め、上入れっぱで出しず、そしてメッツが入って高いが体力リード、さあ割と広がりました、このリードを保っていきたい。セービング見せつつ EX バイシンが怖い。さあ波動結構強気に打ってきます。さあザンギ側もまだ時間はあるので落ち着いていきたい、中足食らう、徐々に体力がさあなくなってきて、あまり強気にいけない、ここでバイシングかけたが当たらず、勝利で切り返して残り体力がないのはザンギ、画面端が近いわ、どうだ、マイストップ、ここで脱出されてしまう、勝利使ったところに総合狙ったが、さあ EX クリーンに化けてしまう、さあ詳しいヒットするが残り体力ないのはザンギ、飛び出通ってこのチャンス生かしたが、さあ EX バインシングまで繋げなかった、おっとここで刺さったのは EX バニシング、ラウンド取り返してファイナルラウンドへ。さあバニシングが打てない状態のザンギに強気に波動を打っていくのはリンリュウ、リュウもいよいよ進行波動に打てるゲージが溜まってきます。ここで今度はレベルに合わせて、さあ安定コンボへ、そして強気に投げに行く、完全にこれは腕をかかれた、体力リード広がってアドバンテージを大きく取っているリンリュウ、ゲージもたくさんあるぞ、この状況では非常に厳しい、これ奇襲がしかし失敗、ウートンゲージも使ってしまい、さあ試合状況は非常に厳しい展開、バイシンをガード、ここで冷静にコンボ決めていく、この展開の残業は非常に厳しい、時間は残り45秒を経過して、飛んだところにシンクロがジャンプ大パンでかわしながら殴る、さあキルーラを使ってしまったリンリュウ、しかし体力リード依然、ここで勝負ライジャーが対抗を落として、あとはザンギの接近を処理するだけだが、残り20秒、
リュウですね。ここでシャークレスター去って勝ったのはリンリュウ。さあ勝ったのはリンリュウさんです。